こんにちは。日本学術書道会の田村喜覧です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は稽古です。古を考えるということ、昔の物事を考察することによって道理を明らかにすること、学問すること、転じて一般に武道や芸道に励むことも言います。ペンネームから稽古を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。